苦しみながらも前半戦を貯金1で折り返し、首位巨人と 3.5 ゲーム差の4位につけている岡田タイガース。来週は巨人、DeNA との6試合が予定されており、明日からの中日3連戦は最低でも勝ち越しておきたいところです。甲子園では中日に対して4勝1分けと無類の強さを発揮しており、打線の奮起次第では3連勝も期待できます。今回の動画では、7月26日から行われる中日3連戦の両チームの先発投手について、そして中日打線について考察していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、初戦から見ていきましょう。初戦はタイガースが村上選手、中日が小笠原選手の先発になると発表されています。村上選手はここまで15試合に登板し、3勝7敗、防御率 2.10 という成績。昨シーズンは最優秀防御率と MVP のタイトルを獲得して大ブレイクした村上選手ですが、打線の援護に恵まれず、苦しい試合が続いています。7月は3試合に登板しており、いずれもクオリティスタートを達成しているものの、0勝2敗という成績。6月27日の試合を最後に約1ヶ月も勝ち星から遠ざかっています。そんな村上選手は中日戦で3度登板しており、1勝2敗、防御率 2.78 という成績。セリーグで最も対戦防御率が悪いのが中日戦です。ただ、3試合とも7イニング以上を投げており、試合を壊してしまったわけではありません。投手陣の良い中日を相手にロースコアの展開の中で負けてしまっているので、今回はなんとか投げ勝ってほしいですね。一方の小笠原選手はここまで15試合に登板し、4勝6敗、防御率 2.40 という成績。村上選手と同じく勝ち星には恵まれていませんが、ローテーションの一角として十分な成績を残しています。ただ7月は少し状態を落としており、1勝0敗ながら月間防御率は 4.41 を記録。ここ2試合はいずれも6イニング未満でマウンドを降りていて、5月頃のような状態の良さではないと思います。ただタイガース打線とは相性が抜群。タイガース戦に2度登板していますが、15イニングを投げて未だに失点がありません。被打率1割7分と完全に抑え込んでおり、小笠原選手も自信を持ってマウンドに上がると思います。同じ相手に3回もやられるわけにはいかないので、なんとか村上選手を援護してあげてほしいですね。続く2戦目はタイガースが大竹選手、中日がメヒア選手の先発になると予想しています。大竹選手はここまで15試合に登板し、6勝4敗、防御率 2.72 という成績。今シーズンもひょうひょうとしたピッチングでしっかりとゲームを作ってくれています。6月は月間被打率が3割を超えるなど、少し不安を露呈していましたが、7月は5回途中4失点でノックアウトされた前回登板を含めても月間被打率2割2分2厘と抑えており、状態は良さそうです。そんな大竹選手は中日戦に4度登板し、1勝1敗、防御率 2.42 という成績。4試合中3試合でクオリティスタートを達成しており、相性は良いと言って良いでしょう。7回1失点と好投した前回対戦のように、しっかりゲームを作ってほしいですね。一方のメヒア選手は12試合に登板し、3勝6敗、防御率 4.24 という成績。中日のローテーション事情に関する報道が出ていないため、予想が難しいですが、先週末と同じ顔ぶれが登板するのではないでしょうか。メヒア選手は被打率2割2分6厘ながら防御率が4点台で、フォアボール絡みでの失点が多い投手。前回登板の巨人戦でもフォアボール絡みで序盤に失点を重ね、負け投手となりました。ボールを見ていくタイガース打線からすると、比較的攻略しやすい相手なのではないでしょうか。今シーズンはタイガース戦に2度登板し、1勝1敗、防御率 5.40 という成績。今回の3連戦では最も攻略しやすい相手だと思うので、打線の奮起に期待したいですね。
そして3戦目はタイガースが西勇輝選手、中日が松葉選手の先発になると予想しています。西勇輝選手はここまで14試合に登板し、4勝3敗、防御率 1.75 という成績。苦しんだ昨シーズンのリベンジどころか、ここまではキャリアハイの防御率をマークしています。直近10試合中8試合でクオリティスタートを達成するなど非常に安定感があり、ここ2試合はいずれも6回2失点以下と状態は良さそうです。そして中日戦には2度登板し、1勝0敗、防御率 2.25 という成績。7月14日の前回対戦でも6回1失点と抑えており、相性は悪くありません。甲子園でまだ1勝しかできていない西勇輝選手の2勝目に期待したいですね。一方の松葉選手はここまで11試合に登板し、3勝4敗、防御率 2.60 という成績。決して長いイニングは投げられませんが、全試合で3失点以下とゲームを作っており、試合を壊さない投手です。1ヶ月半以上も勝ち星から遠ざかってはいますが、決して簡単に攻略できる相手ではないと思います。そんな松葉選手はタイガース戦で2度登板し、0勝1敗、防御率 3.70 という成績。勝ち星はありませんが、2試合ともクオリティスタートを達成しており、タイガース打線に対して悪いイメージはないでしょう。前回対戦でわずか3安打に抑えられたタイガース打線がどのように打ち崩すのか非常に楽しみです。それでは3連戦の予想先発をまとめたこちらの表をご覧ください。3試合ともタイガースの先発投手の方が防御率が良く、先発投手の比較ではタイガースが有利と見て良いでしょう。オールスターで登板した高橋宏斗選手が2戦目以降に登板するとなれば話は変わりますが、甲子園で4勝1分けと相性が良いことも含めてポジティブな材料が多いですね。続いて中日打線についても見ていきましょう。前半戦最後の試合となった7月21日のスタメンと成績をまとめたこちらの表をご覧ください。おそらくこの試合でベンチスタートだった田中選手、福永選手あたりがスタメンに名を連ねてくると思いますが、日替わりのような打線なのであまり読めません。なかなか打線が固まらず、リーグワーストの得点数となっている中日打線ですが、タイガースとの相性が良い選手が揃っているので要注意です。福永選手が4割6分2厘、高橋周平選手が4割、細川選手が3割4分、カリステ選手が3割3分3厘を記録するなど、主力選手のほとんどがタイガースに相性抜群。そのため数字以上に強さを感じます。中日に先制点を許すと超強力な勝ちパターンが出てきてしまうので、タイガース戦に滅法強い中軸を抑えられるかが勝敗の鍵を握るでしょう。得点数がリーグワーストだからと油断せず、気を引き締めで臨んでほしいですね。今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。